はい、第2問の四角2番データの分析です。えっ、ー、と前半戦が散布図を見て、えー、正しい、えー、誤ってるものかな。選びなさいってことね。で、後半がえっ、ー、と箱ひげ図柄の話でした。ということで、あ、ま、のまず前半戦ね。行きましょう。えっ、ー、と今回なんかすごい散布図が3つ与えられてて全部なんだろう。えっ、ー、と平均所得と完全失業率平均所得と大学進学率平均所得と世帯所得ね、えー、一戸建て率の中散布図らしいです。はい、まあ、ごちゃごちゃ書いてるんですけど、とにかくまああの？ 図を見ていいくしかないのかななので今回この読み取れること,として誤ってるものを3つ選べっていう話なのね話なのねでまあこれ1個ずつクリアしていくしかないかなパッと見ね分かるようになっていればいいんだけどまあたまにそういうこともなくもないだろうけどまあまず0番から見ていきましょう「平均世帯所得が700万円以上の、えー、都道府県の完全失業率は5%以上です」ということでまず、えーと「世帯所得と完全失業率700万円以上」 あ、七百万円以上700万円以上ののなんだっけな失業率は五五パパーーセセント、ント以上ですみたいなまあなんかわかりづらいけどこっちの人たちで。 はい、えー、失業率が5%以上まあ確かに正しいよねっていうことで、えー、これはまあ何も問題ない0番は OK でしたってことね。えー、ということですじゃあ今度、えー、と丸1番にいきましょう完全失業率が5%以上8%以下の範囲内にデータの90%が分配しているこれも、えー、ここの話だねここの話なんだっけ8%ここ,ここだよねここにデータの90%がうん。 はいみたいなまあまあ計算してくれてるけどとも正しいでしょうねこれ前的に見てね。はいというわけで一番も正しいです。ということで01あと4つか、えー、4つのうちもう3つがダメなんでしょうあと1個だけ大丈夫そうなやつが見つかれば最高ですね。ということで次いきます。番でですす平均世帯所得700万円以上のの都道府県の大学進学進率はは下回ることはないそうですよって言ってるんですけどどうですか 700万円以上の人たちで大学進学率が40%を下回ることはないって言ってるんだけどうっそだみたいな。 嘘だここで下回ってる人たちいるでしょうみたいなねっていうことなんでそうなんですまず2番誤ってるって話になってきますこれおかしいですねここの話ですねはいえー、次行きます。た3番ですえー、3番は大学進学率が50%以上の都道府県のデータ数は平均世帯所得が800万円以下の方が少ない何を言ってるみたいな感じだけどなはいはいはい大学進学率が50%以上50%以上こっちの話ねねで で平均世帯所得が800万円以下の方が少ない平均ここでしょ,これでしょだよいやいや見てみみたいな50%いってて800万円以上の人ってここ,ことここしかないでみたいなほとんどがまあこっちじゃないみたいな。 これも嘘でしょうみたいなね、えー、3番誤ってますみたいなはい、えー、全然おかしいですというところですはい次いきます丸四、えー、番です大学進学率が50%を超えるデータより40%を下回るデータの方が多いですかはい何ですか50%を超える40%を下回るデータの方が多い多いですこれは OK ですはいというわけでこれは問題ないですで最後です最後ですね えーっとってか最後最後まあ最後がこれ間違ってんだろうなもう消去法だよね、えー、4番は正しいってことなんで235が誤ってますと、えー、いうことで、えー、答え235ですってことねただまあ一応見ときましょうってことですね最後は何かっていうと一戸建て率は50%以下の範囲にデータの14%未満が分布しているはあ一戸建て率50%これですね

うん、切らないよね。えー、ということで5番謝ってます。ということで、まず散布図の読み取りでした。ちょっとね。細かくて見づらいので、散布図をなんか見る練習はしといてほしいかな。はい、普段からよく見てください。はい、とりあえずまず1個目はこんな感じです。まあ、ちょっとメモりたい人はメモってください。そんなないか？ はいじゃあいいでしょうかじゃあ今度次いきましょうはいえー、と今度は箱ひげの話ですねいきますね、えー、バスケットボールの選手100人についてフリースローの回数を記録することを2回に分けて実施したそうです、はい、で各人が、えー、10回投げて何回ゴールできたかを記録して箱ひげにどうたらこうたらみたいな話ねはい、まあ、また出ましたそしてし,、えー、しかしその後誤って第1回の記録のデータの一部と第2回の記録のデータを消してしまった。 よくあるあるですね。みたいなね。もうデータ消さないで欲しいんだけどね。はい、もうやめてほしいんですけど、まあ、よくありますね。こういうのもね、間違えちゃったとかね。はい、で、第二回は二人が席を外したため、九十八人の結果だそうです。さて、まず第一回の記録について、ちょっと話をするみたいですね。この時、第一回の四分位偏差はどうなってますか。はい、四分位偏差よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、何かって言ったら、えー、第一四分位数、ここが三点五ですか。はい、ちょっとごめんなさい。言っちゃった。三点五。ええー、第三。 四分位数が三七点五ですね。っていうことなんでここで計算してます。四分位偏差はえ引いて二で割ってもらえばいいじゃないですか。ところね。はい続きいきます。さあまた標中の A の値はいくつですか。A って何かっていうとそう、えー、ゴール数が五回っていうことで,す、ね、でここに注ここは注目するのは中央値。中央値が五点五五点五です。五点五ってことはこっち側には 5回以下の人がいるってことだよね。こだよな、5.5回って実際無理じゃない。実際のところは無理だよね。そう、5.5ってことはこっち側には5回以下の人、5回以下の人、5回以下の人が何人の？50人だよね。字がつらな,なっちゃったね。失礼しました。5回以下の人がよ、50人です。はい。ってことなんで、ここからここまでが50人いるんだよっていう。 そういういことですよ。なので計算してもらったら13ですみたいな、えー、そういうことになってます。OK。じゃあ次行こうか今度は表の BB、えー、ねこれね6回入れた人6回ゴールさせた人なんだけどこれもどうなんですかえー、っとこっちがわかんないんだねで67なんだけどはいここも見ましょうさっき、えー、第三新聞書でここ7.5って言いました。 って言いましたそうするとここからここの部分って何人何人っていうかここからここの部分は6回ゴールした人と7回ゴールした人のデータになってくるわけね。そそううだだよな,、うん、そうだよな以内の子だからねそうってことはここ何人いるかっつったらここから中央値の部分からここまでなんだから25人いるんだよね。そうというわけでここは25人。というわけで B は、A、21人ですよと。 えー、そういう感じでございます。はいということでまあまあいいかなはい、えー、そんな読み取りができてくれればいいのかなと思いますじゃあ続いて後半に行きますねははいい2番の後半です、はい、いきましょうさあえっ、ー、と今度は何かっていうと席を外していた2人が戻ってきたので同じように記録をつけて箱ひげ図を作り直しました。 98人の平均回数は5.5回であったが100人の平均回数は98人の平均回数より0.01減少したそうです。ということはこの2人が入って下がっちゃったってことは、はい、この2人は多分5.5回よりは 少ない回数だったんでしょうね、うん、まあなんとなく察するかな0.01だが微小に減ったってことなんでおそらく2人とも5回5回ぐらいなのかなって感じで、まあ、10って答えてもいいんだけどここはちゃんとやっておきましたはい、えー、と何かっていうとあ、えー、と後から記録した2人のゴール数、えー、x とした時に、えー、こんな感じだね 98×5.5 ってそうねあの98人の時の合計それにプラス x して。 今回、そうだね100人になった時の合計ですね5.5-0.01が今回100人の時の100人というか2回目のねあの、 何だっけ？平均かうん平均になってます。それで、えー、その数字に達したら人あ合計が等しいでしょ？っていうことで、えー、やってます。だから x は10です。10回です。うん、そのようになってます。はい、ちょっと感覚でもいけそうかなと思います。さあ、次行きます。はい、第1回の箱ひげ図と第2回の箱ひげ図および第2回修正の箱ひげ図から読み取ることができる。内容に矛盾しないものは次の歯比であるうん。 いきましょうかはい、何でしょうかこれ結構面倒くさそうですけどとりあえずいきましょう第1回において、えー、ゴールの回数は3回以下の人数は25人より多い25人より多いちょっと待って待って待,って,待って待って待ってうん25人より多いか本当にえー、ここまでがここまでが25人なんだよ25人ねここまでが25人なんだよ ここまでが。そうするとさ25人だろ3回3回までそう3回以下の人は25人じゃないだってここ3.5でしょ3.5で。 だから3回までの人は25人いるんだから、25人より多いとは言えません。というわけで0番はバツですね。ということね。はい、次行きます。1番ですね。丸1番の第1回において、ゴールの回数が8回以上の人数は25人より多い。これも一緒だね。えっ、ー、と8回以上25人より多いって言うけど、こっからここまで25人ですよ。 はいまあ、さっきここ25人だったけど25人より多いにはなりません。というわけでこれもダメです。はいえー、っとこれで2つあとは3つか選択肢あとどれか1つ切れればいいわけね次いきます、えー、第1回より第2回の方がゴール回数のあ回数が3回以下の人数が減っている減っている。 そうですかね,そうですねえー、っとそうねさっき第3回以下で25人なんだったけど今回は4回以下第2回で、えー、第2回は4回以下で25人ってことね、えー、なので、まあ、減ってるでしょうね3回以下の人は減ってるでしょうね、はい、というわけでこれは、えー、問題ない矛盾しなさそうですねはいっていう感じです次3番ですいきます第1回より第2回の方がゴール回数の8回以上の人数が減っているそうです減っていますか減ってますかさっきより 減ってるの？減ってる。減ってるか減ってなくね。減ってなくないかこれ減ってないね。減ってないよね。別に何も減ってなくないですか？はいうん、全然うん。25でそうね。第3四分位数8になっちゃってるから、ちょっと減ってるとは言い難いかな。全然うん言えないと思いますよ。ここからここまで25人いるわけだし。 ねえー、ということなので言えませんというわけでちょっとこれはブーですみたいなっていう感じです、まあ、そうするとあとはもう4番しかないかなということですはい、えー、第1回2回ともに6回以上の人数は50人なのでってことでまあちょっとこれはまあ見てもらえれば多分50人50人になってると思いますはい50人50人ねなので、はいえー、というわけで箱ひげずに矛盾しないのは2番と4番になってますねはいここの箱ひげずの読み取りも練習をしておきたいですねあまりねちょっと手をつけてない人はねえっ、ー、と急い。 で一回集中的にやってしまいましょうあの1週間かけてデータの分析を、えー、仕上げる週みたいな作ってあげてくださいというわけで、えー、第2問はここまでになりますお疲れ様でした